Okay. こんばんはです。今週もお疲れさんした。お疲れさんでした。いい人ありがとうございます。髪は切ってないです全く。こんばんは。ギフトありがとうございます。なんかめっちゃクリスマスになった。背景が粉だったっけ。めっちゃクリスマスになってる。そう、明日はお話し会、似顔絵の日ですね。ので小っちゃすぎん？ちっちゃすぎるよね。こっちにします。いや、このデカさで、このクレヨンで。明日来てくれた人の似顔絵を描く日になってます。ゲイフトありがとうございます。じゃ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 ーん、これを忘れずに持っていきます。かわいいヘアセットしいいね。これに明日来てくれたら似顔絵を描きます。イエーイ。よろしくです。そしてまだ再販も行っております。ラストの受付してます。月曜日まで。お待ちしてます。再販でおすすめなのは、あっちだ。再販でおすすめなのは直接会えるやつ。大阪と広島のツーショット。大阪と広島のツーショット、2時間目と5時間目と、ラスト受付中のオンラインは1月13と14になっております。
13、14、ここラスト受付です。明けましておめでとうございます。券がない人は素早く今すぐ、今だとまだ間に合います。追加もお待ちしております。その他のこれからの2月と3月ももちろんですが、再販をやってる時に最後だと思いまして、この再販が申し込んでくれると嬉しいです。お待ちしてます。ありがとうございます。フォローしました。ありがとうございます。2枚なんで似顔絵大丈夫です。悲しい。似顔絵の日って言ってんのに。回しすぎだろ。よいよ。わ。年々の思いを伝えます。オッケーです。ハートありがとう。朝配信風。あ、14ですね。1月14。13はみこさんです。です。1月20の大阪の話会も韓国から行きます。嬉しすぎ。じゅんさん、お待ちしてます。またすぐ会えますねってこと。嬉しい。フォローしました、ありがとう。真夏のオーストラリアに行きます。わお。わお。キリストありがとう。ちょ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 。こんばんは。絡まりすぎや。髪の毛が絡まりすぎや。ニットなのにフードがついてます。こんばんは。ギフトありがとう。ドゥ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 。どうでしょう、枚数によります。そのクオリティはできるとこまで、まあ、1
一応色はあるので、枚数でいけれるとこまでクオリティを高くします。プレゼントありがとう。スタディダンス見てくれました？見てくれました？ありまちょございます。そうね、踊る組、食べる組行く、いろんなとこ行って食べて踊ったんでしょ。ココアとかさこひめかチームなんか言ってたな。1月6渋谷検討中です。おー、さっき発表されました。渋谷なんやこれ。こちらアイドルスターっていうやつに1月6出演します。フェス渋谷か。6人で出演します。ぜひぜひ。そうそう、そんな6です。6の土曜ですね。お待ちしてます。次の日の鼻だれは出ないので、渋谷ぜひ。そこを申し込み感さすがですね。さっき、ほんまにさっきぐらいに発表されたんかな。ぜひ。イエーイ、吉田さんと遊ぼ。嬉しいね。嬉しいぜ。ギフトありがとう。なんそれ、ホワイトスコーピオンってなんだっけ。うん、こんばんは。ジャズどんな曲？ジャズまだ決まってないです。わかりません。わかりません。でも衣装とかはなんか考えちゃう。
らってないけど、また衣装変えれると思うからさ、どんなんがいいでしょうか。どんなんがいいでしょうか。大阪のイルミ2月まで。そんなやったんや。やっとるか。ゆきありがとうございます。ジャズ落選やったの。もうわかるん。ジャズ当落わかるんですか。こんばんは。大体意見を言えんけど言えんけど、嘘でしょ。みんな落選したんですか。夜オーマイガッツじゃないですか。オーマイガッツ、それってなんだっけ、先行のやつ先行のやつもう終わったんだっけ。リベンジマッチは内系のやつだっけ。ハートありがとうございます。一般で頑張ってください皆さん。ファイティーン。ジャズは一回しかないんで、ね、一回きりの一夜限りのライブですので、命をかけていただいてファイトです。ファイティング。
シカでーす。ホイッスルやばい。おもろい。3ヶ月に1回ジャズやってる、どういうこと？何を見ているんだ。全然分からんけど、それは存じ上げん。ハートありがとう。うん、シカです。失敗連続ピエン超えてパオン娘さん。久しぶりに聞いたわ。もう言わんよ誰も。ピエン超えてパオンとか言わんですよ。こんばんは。ギフトありがとうございます。タコありがとう。楽しみにしてますよ。さすがですね。さすがだね、そうちゃん。お待ちしております。
何着ようかね。明日は似顔絵の日なんで、服は特に決めておりませんね。何にしようかな。ありがとう。ジャイコフ受ける、多分似合うよ、多分似合っちゃう。Santa Claus is birthday tonight. ギフトありがとう。こんばんは、こんばんは。ハートありがとうございます。初訪問ありがとう。ルームフォローお願いします。 X とインスタもフォローしてない人はしてください。よろしゅう。
気持ち女になれる。よかった。よかったすぎる。おめぽよん。よいしょ。おめぽよん。うん。ジャズ当たってた、あやさん。イエーイ。楽しみにしています。嬉しい。当たってる人見つけました。二人目。お待ちしてます。ハートありがとう。すごいことになってる。何のこと？何のことすぎるけど。まあ何回も受け、なんだっけ、受け、あ、なんだっけ、ちょ忘れたけど、一回で受かった人よりもね、何回も落ちた人の方がうまいって。言ってました。運転大丈夫さん。こんばんは。うん、お話会ループした分だけ書きます。1回っていうか来てくれた回数分だけ書きます。1人1回とかじゃないから何回か来てくれたら書きます。うん、日分追いつけた。え、すげえ。すげえ。推しメン誰やっけ、ゆきちゃん決まった。ギフチョありがとう。1回目を受けに来た。いける。30人中6人。うーん、そんな落ちるんやね。そん、そうか、すごい。こんばんは。まあ、実技の方は分からんけどさ、あの勉強系の方はさ、あのいちいち免許センターまで行かないかんしさ、うん、一回一回お金いるじゃないですか、あれ。か一発で決めたいと思って行ったけど、それをさ20回とか受けてる人はもう尊敬の域です。そこまでしたらもう諦めるかもしれないさ。尊敬ですよ。素晴らしい。ありがとうございます。フォローしました。
ありがとう。加藤心ちゃんか。リノン。そうだね。そうだね。リノン。マジで明日決まってしまう。昨日の直前スペシャルみたいなやつも見ました。初訪問ありがとう。ギフトありがとう。投票しましたよ。明日の朝まで、明日の朝一回できて、でその生放送中にもう一回一票入れれるらしいけど、生放送は多分見れないからな。誰もありがとう。ドキ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 。ドキ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 。サホボン、ありがとう。ルームフォロー、お願いします。推しメンは、リノン。リノン。だけど、普通に推しメンじゃなくて、好きなのは、いっぱいおるな。ランちゃん、ランちゃんがまず、神様。なんちゃん神様やな。あとは桜井美優と笠原桃奈も好きだよ。面白いから。あとありがとう。フォローしました、ありがとう。そしたら上位4人組になってた。好きなの上位4人の1位から4位なの今。すごくね、感動的。まあリノンは初めて3位まで上がってきたんやけど、ずっとデビュー圏外にいたのに。上位にずっといる人が好きっていうわけじゃないけど、気づいたら上位4人になってました。私の好きな人、みたいな。見る目しかなくねみたいな感じ。アンジュルムの子、そう、アンジュルム時代のやつとかめっちゃ見てる今。おもろすぎる、おもろすぎてね。なんか卒業、アンジュルム卒業直前の時にアンジュルムで犯した事件をまとめられて、こう年表にされて、その間に犯してきた事件を発表されてる回があるんやけど、YouTube に載ってんだけど、マジでおもろい。おもろ女すぎる。面白え女。笠原
のんちゃん可愛いよね。なんだっけな、アーシャじゃなくて、アーシャじゃなくて何の写真なんだろう、分からんけど一人だけ、あ、まあランちゃんもすごい可愛い、ランちゃんもすごい可愛いんだけど、えげつないほどね漏れてるやつがあんの、めっちゃ可愛い。うーん、何の写真だろう。出てくるかな。あ、これ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 。これこれ、アーシャじゃないんだっけ、あの投票とかに出てくるアーシャじゃないんだけど、めっちゃ可愛ない、かわいい。この時はまだ姫カットが、姫カットがない、ない時だけど可愛い。猫、猫フェイス好きになったの初めてですよ。猫じゃなくてなんだ、垂れ目たぬきみたいな顔が好きだから。初訪問ありがとう。ギフトありがとう。楽しみ、楽しみにしてんだけど、アイスはみんな緊張してるよね、みんな緊張してるけど楽しみにしてる。落ちるわけないって思ってるから。落ちるわけない、落ちたら泣く。してんだけど全然覚えれない。こんばんは。初訪問ありがとうございます。いや分からん、最近も発表ミント分からんけど、でも TikTok でめっちゃ流れてくるの見てたら、石井蘭様危ないって言ってる人いっぱいいる。蘭ちゃん落とすな。絶対蘭ちゃん落とすな。初訪問ありがとう。エミー、うん、あいさ、トキシックが好きだな、トキシック。エミー2番目に好き。ドゥルドゥドゥドゥトゥルトゥルトゥ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 。
し会って何を話しているか、世間話ですよ世間話だったり、明日はまあ明日はオンラインお話し会で企画を考えているので、似顔絵の日、来てくれた皆さんの似顔絵をここに書いて、終わったらインスタのストーリーに載せて、そう自由に保存したりしてもらえるようにするよっていう日なので、まあちょっと企画ですね、企画の日です。フォローしました、ありがとう。トキシックエミ、でも悪魔のフリー好きいっぱい踊ってる人のさやつが出てくるけど、トキシックダンスむずない、むずすぎ、見てるだけでむずいもんエミはなんか単純なダンスって感じだけど、悪魔のやつダンスかわいい。フォローしました、ありがとう。倒れてもまだ飛べるよ。歌詞とか曲的にはめっちゃいいね、エンミめっちゃ良い曲。ありがとう。どうもありがとうございます。ルームフォロー。お願いします。すごいよね、イメちゃん。え、なんてこった、楽しみ楽しみ。でもね、それでイメちゃんで言うとさ、昨日のさインスタライブしてたらしいんですけど、日プのねファイナル20人、質問に答えるっていう、一人ずつインスタライブしてて、ランちゃんボブに戻ってたよ知ってる嬉しいというか、どっちも好きだけど、なかなかおらんよね、ボブもロングもどっちも似合う、なかなかおらんくない。なんかファイナル最後は原点に戻るというか、ボブで行くんだと思って、超嬉しい、可愛かった。ゆきありがとう。
じに考察してるのとかめっちゃ好きです。なんかすごいファンの人はなんかすごいめっちゃ考えてるなと思って、なんか放送に載ってない全部載せきれないからさ、放送に載ってないことで、あの桜井美優ちゃんがあのトキシックとかエンミーとか課題曲聞いた時にエンミーやるならセンター狙いに行くって言ってるシーンがあったねあったねんそう、この曲やるならセンターの狙いに行きたいですみたいな、センターやりたいみたいな言ってたとこが使われてて、だけどエンミーのチームのレッスン風景を映してるシーンになったらセンターに立候補しなかったわけさ。センターやりたいって言ってたのに、センターやりたい人みたいな立候補して自分たちで決めるんやけど、そこで立候補しなかった。それはなんでだみたいな考察しているやつとかめっちゃ好きなんやけど、え確かにと思って、うん、たらなんかその人的にはセンターの歌い分けじゃないところに自分にぴったりな歌詞があって、ミュウって羽って書くからさ、自分の羽で飛んでいけるよみたいな歌詞を歌いたかったんじゃないかみたいなセンターじゃない歌割りパートを取って自分に合った歌詞をあのコクップに届けたかったんじゃないかみたいな考察とかしてるのめっちゃ好きやねんで本人が言ってないからさ、ほんまかどうか分からんけど、感動って感じ。そういうのいいね。ありがとうございます。ハートありがとう、ありがとう、楽しみ楽しみ。でも確かに不思議ではある。それではそろそろランキングを読みます。13位あやさん、12位ひろたんたん、11位キュンですおじさん、10位ケルちゃん、9位まきさん、8位たっくん、7位きもつんつん、6位ももたろう、5位ひいちゃん、4位せいがく、3位 NKQ さん、2位そうちゃん、1位はドルルンバンジャラさんです。ありがとうございます。明日はお話し会、似顔絵の日です。タラーン、タラーン、明日来てくれる方の似顔絵を描きますのでお楽しみに、お待ちしてます。そして再販もしているので再販も受け付けております。オンライン直接会えるやつともにまだまだ追加できますので、ご協力よろしくお願いします。会いに来てください。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー、ありがとうございました。バイビー。